塗り替え前の駅舎駅前の温泉軽便鉄道記念日合の駅のホーム、愛の駅は長崎県雲仙市愛の町の位にある島原鉄道島原鉄道線の駅、急行が停車する。1938年までは雲仙鉄道が当駅から出ていた。愛のは南高木郡愛津村、野井村が1889年に合併して道郡愛の村となった際の合成地名である。 同じ島原鉄道には、あずま駅があり、当駅と合わせると、愛師の我が妻に通じることから、愛の聖地として、カップルや愛妻家に親しまれている。相対式ホーム2面2線と、側線1本を有する地上駅。2017年6月より、無人駅となっている。駅舎は、南側のホームに面しており、てっぺんに十字架を持つ、境界風の外観となっている。 駅舎内には、駅事務室及び、待合所、トイレ、自動販売機が設けられている。北側のホームには、屋根付きの待合所が設けられている。2009年には、日本ロマンチスト協会とのタイアップにより、駅舎の塗り替えデザインが公募され、長崎市の学生の応募策をもとに従来より、メルヘンチックな外観へと塗り替えられた。愛野の中心部、駅の南側に、 街並みが広がっている。駅前には温泉軽便鉄道の愛の村駅があったことを示す、記念碑及び微笑みの像が建てられている。2018年度の年間乗車人員は71,137人、降車人員は78,869人であった。近年の年間乗車人員、降車人員の推移は以下の通り、愛の駅駅舎塗り替え計画。 日本ロマンチスト協会。2016年5月14日閲覧。第67班長崎統計年間、長崎県、島原鉄道百年市島原鉄道。2008年14、141ページ。愛の駅塗り替え日誌。日本ロマンチスト協会。2015年6月22日閲覧。最愛認定賞、島原鉄道株式会社ホームページ。ありがとうございます。